チームメンバーが、急に金色、金色生まれ。あ、なんで皆さん、マジか。皆さん、出てっちゃいました。さすがにもう、マジか。あれですね。本当に申し訳ないです。はい、KOZ こと、コツです。皆さん、見てわかる通り、私、公約を守りました。はい。やっとです。集め終わりましたよ。オークションとかね、駆使をして、なんとか集め終わりました。はい。02、03、04。はい。ということでね、皆さん、やっとですね、集まりました。はい。いやー、結局なんだろうな、もう、金かかってしょうがないと。いやー、ほんとこんなんだったら、やっぱ予約しときゃよかったな。いやー、なんだかんだコンプすんのに、やっぱ金かかるね。いや、特に0304がやっぱ高値がついてますよね。いやー、0304どっちか先に引いときゃまだダメージは少なかったかもしれないけど、まあね、でもとりあえず、揃いましたんでね、開封していこうと思います。はい、ではね、早速、このね02番、02番からね、開封していきたいと思います。じゃあまずね、はい、いきます。恒例の魔法の瓶、デコ瓶、ヴィンテージだね。パウンと、はい、はい、こんな感じですね。いやー、あのね、01とやっぱ全然違うね。これブラシ彩色 2っていうことだよね。そうだね、ブラシの、バージョン違いですよね、02はね。まあ、詳しく見ていきましょう。はい、あのね、一番特徴的なのはね、この雲の色がピンクなんだよね。一番は白だったんだけどね。いや、めっちゃ結構黄色とピンクの彩色が、あら、びっくりした。今なんかこう進路の冷えが取れたなって言った。こんな感じで、すごいピンクがね目立ちますね。あとこのやっぱ髪の毛がね、こうすごいマット感があるね。ちょっとあの01とちょっと並べてみますか。はい、01とね並べるとやっぱ全然こんな結構色がまあほんと違うね。まずこっちが01です。で02、まず同意のね、ズボンの部分が、全然ちょっとこっちオレンジで、こっち黄色ですね。でこっちちょっと青が濃いのと、ちょっと、薄いっつうかグリーンがかってつかの、でまああの文字も違うしね、あのドラゴンボールも、赤と紫でやっぱね、あの雲の色が全然違う。あとやっぱ髪の毛でやっぱ全然色が違うなって感じるんだけど、どっちがって言ったら、まあ、どっ
ちもいい特徴は持ってるから一概には言えないけどね。いや、これはやっぱね、どっちもいい。ただエフェクトがね、01の方がいいかもしれない。エフェクトのね、この後ろがグラデーションがね、ほんとこっちの01の方はなんかこう綺麗な感じがするね。上の方がこうオレンジ色になってるんですよね。こっちはそのまま薄くなってってる感じがするんで、こっちの方が綺麗かなっていう感じはしますけどね。まあそれは人の感じ方、まあ良し悪しがあると思います。はい、はい、じゃあね、ちょっと、次は03原作カラーバージョン、はい、そちらをね、ちょっと見ていきましょうか。はい、03ですね。はい、こちらはね、原作カラーということでね、オリジナル、はい、ということになってますね。はい、では早速いきまーす。はい、ということでね、開封しました。これはね、これでもう全然やっぱり色が違うね。まずね、第3のドラゴンボールのこの、文字がオレンジ色になってますね。はい、で、雲が、ちょっと薄い黄色にちょっと緑のグラデーションみたいな感じ、で、そうですね、道着はどっちかっつったら02のブラシ彩色に似てるかもしれないね。道着は。髪の毛もね、黄色、ほんと黄色って感じの、はい、やつですね。で、後ろのエフェクトはですね、ブルーですね。ブルーと、パープルの、グラデーション、はい、これ綺麗ですね。このグラデーションはすごい綺麗に見えます。はい、いや、原作カラーもやっぱいいね。いやー、これはこれで本当素晴らしい。はい、ということでね、じゃあ次はね、ちょっと04を、見ていきましょう。はい、ということでね、次は、04番ですね。D 賞、トーンですね、モノクロですね、白と黒、はい、まあ、こちらはね、どんな感じになってるのかいきます。はい、ということでね、開封しましたが、いや、これね、意外なほどにすごいいいと思うね。なんかね、やっぱね、白と黒っつうか、まあ白黒だけじゃないんだけどね、グレーとかも入ってるけど、なんかね、やっぱこれはこれで おしゃれ。やっぱね、このカラーリングはね、やっぱ造形をメインにしてるから、最初にね、そこまであれなんだけど、やっぱね、おしゃれっつうかな。でね、やっぱ目がね、すごいんだよね。目だけが緑色っていう感じでね、なんかすごいかっこいいんだよね。もう俺思った以上にこれびっくりした。これすごいいいんだけど、これ。まあ、雲はね、ちょっと薄汚れた感じの雲になってますけどね。雲すぐ煙なのかな、はい。で、後ろのエフェクトはね、もうほんとグレーからもう透明になっていくようなグラデーションですね。はい、で、まあ、ドラゴンボールのね、あれも全部ほとんど、モノクロで、で、このね、イーシン
イーシンチューも透明、いやこれ思ったよりいいな、かっこいいな。いや白黒ちょっと侮ってたわ。なんか前評判がねあんまほんとすごい良くなかったんでね、まあ、人によりけりかもしんないけど、いやこう見るとねやっぱすっごいかっこいいわこれ白黒。いや意外なほどに俺一番好きかも。はい、いやーオデレータなこれは。ちょっとね一回全部並べてみますか。はいはい、一応ねこんな感じで、全種類、並べてみました。 A、B、C、D ですね、はい、まあこっちから、01A ですね、 02B、 03C 04D、 はいってな感じでね、やっぱそれぞれにねそれぞれがなんかすごいいい特徴を備えてて、かなりなんかどれがいいっていうのを選びにくいっていうのがあるね。まあね、ほんとね、結局はね、まあ個人的な見解になるけど、まあね、自分で自力で弾いたのは、01の、A 賞なんですけど、俺的には白黒がね、意外に一番良かったかもしれない。今回ね、まあほとんど差はないんだけど、ちょっと 0.5 ポイント差ぐらいでちょっと白黒が一番良かったかなっていうのはあるな。まあみんなそれぞれね推しがあると思うんだけど、4種類の中の、いやでもね本当ねどれをとってもちょっと甲乙つけがたい。今回は本当に出来が本当素晴らしい。いやー本当ねこれ悟空以外出るのかな。ちょっとね別のも見てみたいよね。まあ SMSD が今回ですけど、 SMSP の方はね次誰が出るのかちょっと分からないんですけどね、自分的にはトランクスを出してほしい。トランクスが一番ちょっと次欲しいかな。どうだろうな、出るかな。まあね、ということでね、一応ね宣言通り私、なんとかね全部フルコンプすることができました。はい、まあ、結構力ごとでコンプできましたけれども、はい、ということでね、まあ一番結局は 何がいいっつったらやっぱこっちですね。やっぱウルトラマンゼロ、こちらが一番良かったんじゃないかな。やっぱねこのねなんつうんだろうね、この発光ギミックっつうのがやっぱあるからかな。なんかねいいよね。いやウルトラマンゼロね本当侮ってたわ。全然知らないウルトラマンだったんだけど、ちょっと気に入っちゃったね。ということでね、まあ結局今回はね、なんとか、はい、揃えることができました。はい、まあ皆さんはどう揃えたか、買いましたか、どうでしたか、わかりませんが、はい、私はなんとか力技で、フルコンプできました。まあまたなんかこれでねカラーバージョン違いがね海外限定とかで出ると思うんですけどね、まあ、そしたらまた、動画でアップさせていただきたいと思います。じゃあね、
はい、最終的に、飾ってみましたけれども、こういう感じでね、飾ってみました。まあ後ろにね MSP の、悟空3体いますけれども、まあ、本当はね、こちらのベジータのねところに並べようと思ったんですけど、まあちょっとスケールがちょっとね違うんで、まあちょっと多分この次の SMSP が出た時にこの棚に並べようかなっていう感じなので、今回のジオラマの方はね、下のこちらの段で、飾ることにしました。はい、まあ、やっぱねこうやって並べるとねいいね、爽快だね。うん、こんな感じでね、いやーほんとどんだけ金使ってんだろう俺いやーほんとね、でも好きなんだ、そんだけ好きなんだドラゴンボール。うん、ということでね、本当に以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。